さて、このオンライントークイベント2021 in 調布ですが、イベントで終わりではありません。アーカイブからお家で楽しめるんです。この夏に調布市が開催したオンライントークイベント2021 in 調布、調布市公式 YouTube チャンネル調布市動画ライブラリー調布シティで、サッカー、バドミントン、ラグビー、障害者スポーツの面白さなど、テーマ別にスポーツの魅力に迫る動画をアーカイブ配信しています。豪華アスリートだから知っているいろいろなこぼれ話、調布の話題が飛び出し楽しめるはずです。調布市動画ライブラリー調布シティからぜひご覧ください。続いてもスポーツの話題です。サッカークラブ FC 東京が小学校で取り組むスポーツ普及活動のご紹介です。7月15日 FC 東京のスタッフが染地小学校を訪問して、1年生の皆さんへ子どもたちの体力、スポーツに親しむ機会の向上に焦点を当てたドリル、青若ドリルを配布しました。青若ドリルはコロナ禍で外出制限期間中の子どもたちに、室内でも体を動かす楽しさ、きっかけを提供したいと、クラブで制作した運動ドリルをきっかけに、教育委員会とも検討を重ねながら作成されました。個人での達成感とともに、友達や保護者と一緒になって取り組めるもの、ボールを活用することで中高学年期の体育授業でのボール運動の基礎となる能力を高めるものなどを意識した内容となっています。受け取った染地小学校の子どもたちは、家でやってみる、難しそうだけど頑張ると喜んでいました。子どもたちの成長を支える FC 東京をみんなで応援しましょう。 FC 東京では地域でのサッカー教室や小学校への選手のオンライン訪問など様々な活動を行っています。コロナ禍になる前はこんな活動も行っていました。 FC 東京の選手の皆さんが日頃からチームを応援している商店会を巡回し、商店会への挨拶やサイン会を行っています。この取り組みはより深くホームタウンである東京に根ざしたクラブを目指し、平成13年から行われています。地元のお店の方々や集まったファン、サポーターから熱い激励を受け、地域に愛されているチーム FC 東京、ホームタウンである調布市から FC 東京の皆さんへ声援を送りましょう。